この動画には次の注意事項があります。嫌なら見ないでね。海だ、海軍だ、大海戦だー。というわけでやっていきましょ、海戦バトル。ちょいちょいちょい、私何も聞いていないんだけど。だってそりゃ寝ているところ拉致ってきたわけですし、おっし、トンネルを抜けるとそこは大海原だった。川端康成もびっくりだわ。いやー、巷市場の経営資金 FX に全部突っ込んで見事に溶かしてヤバいんでしょ。というわけで傭兵のお仕事でも誘ってみようかなと。何がお誘いよ。いきなり逃げ場のない戦場に突っ込むなんて正気の沙汰じゃないわ。まあまあ、そう怒らないで。ちょっと借りるだけだ。誰だってブチ切れるわ、こんなん。巷さん、今更どんなに怒ったところで手遅れです。諦めましょう。艦長は私で、攻撃関係はあや、総打計はもみじ、あんたはその他雑用だ。おいこらちょ、敵が見えました、攻撃します。いきなり射撃すんなや、耳がジンジンする。大丈夫です、すぐに耳も慣れます。駆逐艦は逃すと厄介だ、仕留めろ。うい、了解。魚雷が怖いから十分注意して操作するように。イエスサー。手前の駆逐艦は味方がやりそうですね。奥の駆逐艦、いややっぱさらに奥の戦艦に撃って、駆逐艦は副砲でやります。え、は撃てー。続けて副砲も。え、なんで戦艦撃ったの。近寄ってきてるよ。魚雷回避できないよ。バカなの、アホなの、死ぬの。うわー、なんかもう一隻駆逐艦が来てますねー。終わった。おいこらや、早くなんとかしなさい。副砲、見事に調査しました。当てろやバカ。当たりました。カスダメじゃねえか、ふざけてんのか。やっぱり今回もダメだったよ。あれ、なんか大丈夫そうじゃね。なぜか無傷ですね。あ、外れた。魚雷発射されましたけど、私たち向けではないみたいですね。とりあえずクレムソン狙いますね。撃てー。うん、なかなかいい感じ。あ、大駆逐のため HE に変更しますね。もっと早くにやっとこうよ。とりあえず次はあの若竹でいいですね。うむ。ところで、今乗っているこの艦は何？河内だ、あとは勝手にググって調べやがれ。ひどい解説を見た。副砲圏内に入ってきました。撃てー。地方も装填が終わり次第射撃します。よーく狙って。とその前にもう一回副砲で。縦向いてて狙いにくいな。撃てー。微妙。砲塔旋回遅いよ、何やってんの。面舵で標準合わせるの手伝いますね。くそ、ミリ残り。副砲で。やったぜ。んで、次はどうしていきます。とりあえず戦艦でも撃っとこうか。ホイホイチャーハン。とりあえず黒島の河内に接近し仕留め、その後北国勢にいる戦艦2隻に肉薄しつつ攻撃を行っていこうか。了解。とりあえず、射程的な問題からあの2隻の戦艦狙いますね。偏差もうちょい右かな。とりあえず旋回が終わっている2門で撃ちます。河内は離れていっているから、右の石突き狙ったら。そうさせていただきます。あ、とりあえずこれ撃ったら地弾から AP に戻しますね。うむ。しかし砲塔旋回が遅いねー。遅くったっていいじゃないか、戦艦だもの。三つを。なんなのよその連携プレイ。とりあえず旋回も終わりそうですし、装填も終了しそうです。撃てー、続けて撃てー。微妙なダメ。頑張ったんだけどね。そろそろ正面の河内が射程に入りそうです。次から狙って。イエサー。面舵で撃てる方の数が増えるようにしときますね。ありがたき幸せ。もうすぐ装填が終わりそうです。よく狙って。撃てー。だいたい2500ダメくらいか。まずまずかな。被弾しましたが、この程度では問題ないでしょう。前方に島ありますが、どうします。そうだな、あれ倒した後のことも考えて、取り舵で島の左側に避けて、あと飛行は右側に。ほいほい。残存艦艇数的にも価値格だから気軽にやっていこう。勝ったな、風呂食ってくる。なんで君たちはクソわかりやすいフラグを立てるんですかね。大丈夫大丈夫、こういうゲーム実況って基本勝ち試合の録画しか採用されないから。寝たいわ。ミリ残りかよくじゃけんな。副砲でやっちゃいましょう。うん、そうする。おいしい、うん。おいしいよ。さーて、北の戦艦ボコリに行きましょうかね。相当戦だ。突撃！ヤマト魂を見せてやる！河内は見えないんで石突きを狙います。
か、やっぱ河内狙う方向で。優柔不断だな。黙れ。ピエンピエン。うわ、キモい。私一応狼なんだけどな。うてぇ。天球地または不幸キャラでなければならない。それってあなたの感想ですよね。よしよし。副砲はまだ健在ですね。なんだろう、勝手な二次設定作るのやめてもらっていいですか。ちまゆきやめろ。不憫キャラは原作由来なんだよな。うるさい、うるさい、うるさい。そろそろ争点が終わりそうです。よし、この一戦車で沈められそうだな。やったぜ。あとはあいつぼこして終わりですね。うむ。ほい。ほい。とここで戦闘終了、我が軍の勝利だ。まあまあな戦績ですな。うむうむ。ふい、これでやっと帰れる。何言っているんだ。は、次の戦場へ行くぞ。まさか一戦だけで終わるなんて思っていませんよね。残機がなくなるまで戦うんだよ。ち、ちくしょう。さてさて、天狗一行プラスアルファはこれからどうなっていくのでしょうか。いいねやコメが多いと次の投稿が早くなるかもしれませんので、ぜひともよろしくお願いします。また軍事解説動画なんかも作っていますんで、もしよろしければそちらの方もご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録やフォローもぜひとも。それでは、ご視聴ありがとうございました。